クライシスコア、前回の続きからプレイしていきましょう。よし、勝った。スコアとじゃあお前には勝てないな。まったく大したやつだよ。オッケー、大幅に更新した。一回ミスったけど、それでも、いけるもんなんだね。進化性半だ。やっぱこれあれか。これもう一度チャレンジってどうなんの？セフィロスかい？ああ、こうなんのか。じゃあいいんだけども。もういい。ちょうど同じ数にしてみた。どうだろう。あれ？俺の方が上だった。あら。やめとくぜ。調整難しかったな。まあ、とりあえずセカンドまでは勝てたから、ここで一応パーツ的には集まったのかな。ウータイの、スパイ、どこにいんだろうな。中にはいないと思うって言ってたから、いないのかな？逆に、いや、まだ中にいたぜ、みたいな。そういう話なのかもしれないし。お前か。フロー間違えた。こいつは違うのか。だったら、やっぱあれなのかな？あの、スラムにいた、ものす、でも、そうだよね。兵士の姿をしてるっつったら、あそこぐらいにしかいないのかな？とりあえず行ってみるか。どっちだっけ？ジェネシスファンクラブでしょ？ジェネシスファンクラブじゃない。いろんなファンクラブでしょ？あれ？どっから行くんだっけ？こっちか。こっちだね。登って。ミッドから襲撃事件の分析。今回の襲撃には2段階によって行われた。まず1段、第1の攻撃は本社ビル及びミトガル全域にわたる襲撃である。ミトガル、この対応のため我が社の戦力は分散した。第2の攻撃は体勢が戻らないうちに発生した。本社ビルに集中攻撃を受け、被害が拡大した。第1の攻撃は第2の攻撃のための陽動作戦であったと予想される。しかしこの被害額は少なくないものの、我が社の今後の、企業活動への影響は軽微である。治安維持部隊、統括、ハイテックか、この時からあれなんだ。やってんだ。あれ？こんなところで話してたっけ？ヘイ、そこのピチピチギャグ。ピチピチギャグ。俺と一緒に青春しないかよ。この子、どうだろう。ソルジャーか、みたいな感じだったけど、人相手だと？顔は3点。あとは財布自体3点。ひどいな。3点って。スラムってこっちの方でいいんだよね。俺もこういう電車乗ってみたいな。ここだ。多分向こうにいたやつだと思うんだけどな。あれ？マンジール、どこで何してたんだ。すまない、これでも忙しくてな。まったくセビロスとも連絡が取れないし。何があったんだ。別に、なんか資料室に閉じこもって昔のことを調べていくってさ。そうか。おい、もう行くのか。意味わかんないって。
ジェネシスとブランダーがモデオヘイムにいる。それを教えに来たのか。仕事してるんだな。気持ちだけはまだソロじゃなかった。ラザードにも伝えておいた。迎えが来るはずだ。来られてもな、今いろいろやってるしな。お前だろ。貴様は。いえ、なんでもないです。自分はパトロール中の新羅兵です。ソルジャー殿、ご苦労様であります。ち、この野郎、残りも話しかけてきやがって。てめえのおかげでどれだけ仲間がやられたと思っていやがる。おい、やばい、こいつ俺に気づいてる。こちらザックス、ウータ兵のスパイを発見した。逃がすかよ。ここにいましたか、スパイ。めさすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。3人目のスパイの情報です。スパイはソルジャーフラワーに侵入し、シンラの情報を入手したよ。大胆な犯行の手口から推測するとシンラ関係者になりすましていると考えられます。ソルジャーフラワーまで行ったのか。だったらどこだろう。まだ神羅内部にいんのかな。ていうかそこまで情報出てるんだったらさ、どうなんだろう。よし、でどこだ。エントランスとかにいんのかな。全然覚えてないもんな。医師で、てかこの辺のやつも気になるんだよね。ここはあれか、そういう感じの、なんかなんていうの、こういうの。この辺とかも見とくか。もうファンクラブ系だもんね。何してんの、坊主。ファンクラブの解散が決まったんだ。今度こそ普通の母ちゃんに戻ってくれると思ったんだけど、落ち込んじゃって何も手につかないみたい。うちのことは何もしない母ちゃんは嫌だったけど、あんな元気のない母ちゃんも俺嫌だな。結局何もしないってことでしょ。変わってねえよ。こっちじゃないのか。こっちか。この辺にいたりしない？お、お前か。は、特ダネ記者。なんだ、神羅兵じゃないのか。今神羅の連中に追われて隠れてるんだ。怪しまれるからあっちに行ってくれ。って、あんたソロジャーかよ。見逃してくれよ。俺は悪い人間じゃないんだ。単なるしがない記者なんだよ。悪い奴にも見えないな。どうしようかな。ありがたい。この恩は忘れないぜ。なんかしてくれる？あんた何者なんだ。名乗るほどのもんじゃないさ。神羅カンパニーが闇に葬り去った真実を暴き続けるジャーナリスト。真実を知りたいという読者の欲求に応えるのが俺の使命だ。あんたの連絡先を教えてくれるか。俺と言っちゃなんだけど、俺が書いてる記事を無料で送ってやるよ。やるよ。神羅カンパニーを調べるのもいいけど、ほどほどにしとけよ。ああ、分かってさ。じゃあな。絶対分かってない。記事ね。ちょっと待って。飛ばしちゃった。殉職と発表されたソルジャー2名が目撃されていた。場所はバノーラ。ジェネシスとアンジールが村外れのリンゴ加工工場へと入っていったという。そこで化学部門のホランダも目撃された。また工場からはジェネシスが次々と出現するという情報も入っている。工場でジェネシスとアンジールに関する何らかの研究が行われているようだ。しかも情報提供者からの連絡が途絶えており、
安否が気遣われている。自分で確認しに行けよ。ていうかそりゃあんな記事書いたら終われるわな。よし、じゃあ幽体の残党探しに行こうか。幽体の残党ね、いんのかな。シンナビル、なんか見たことない、見たことない。あー、そうか、ポーションキャンペーンか。やめとくよ。そうだな。お前か？違うよね。ここら辺もいないもんな。ん？お前も違うよね。なんでこと、うん。これ何回か話しかけるととかない？ん？別に怪しいものではないって言った？何度も言わせるのは私は、何バレているだと？こいつか。連打しちゃった。なんで格好をここで変えちゃうんだろうな。さすがザックさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしら任務が下るでしょう。4人目、女性に変装している金、あいつか。あいつか。顔三点のやつだ。顔三点のやつじゃないか、顔三点って言ってたやつだね。あいつか。そうか。男の前に連れてって大丈夫なのかな。いるよ。あ、いた。ちょちょちょ。ウータイ関係ないじゃん、お前。どうしようかな。うん。なに？あんたもナンパ？そうじゃか、早くあっちに行ってくれないかしら。でもこいつ、スパイって感じに見えないよな。何よ、ソルジャーさん。クソ、バレたか。さすがザックさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしら任務が下るでしょう。5人目、ウータイ出身ではありません。別の理由でシンラに恨みを持っていると推測されます。宇宙開発部門との関わりがあった可能性があるらしい。ほー、じゃああそこか、あのなんだっけ、展示ルームみたいな、あそこに確かロケットあったよね。それぐらいしか宇宙って言うと思いつくものがないんだけどな。よし、で、ロケットは確かお前か。シドがいよいよ搭乗訓練を始めたらしいが、その訓練本当なら私が、シンラは私から宇宙の夢を奪った、この恨み忘れしない。俺に話すなよそれを。私がシンラを憎んで恨んでるだって。あ、そうさ、それがどうした、開き直ってるもの。クソ、バレたか、バレたかじゃないんだよ。ウータイ兵のスパイを発見した。でもこいつは変装、舞台出身じゃなくてもこうなんの。
さすがザックさん。うん。あと一人だよね。6人目。ウエタイ戦争で活躍したソルジャーに恨みを抱いています。真の情報に引っかからないとはスパイのエキスパートかもしれません。エキスパート。でもこの辺のさ、信頼関係のところは結構見たよな。エキスパート。じゃああたかも。スパイっぽくないみたいな、そういう話か。ってなってくると、対象は、子供とかか。ってなると、駅んとこにいるあのガキとか、あ、ナンパしどっか行ってる。仕方ないか。ねえ、お前か。お前だろ。ついに来たよ。ああ。変わるだろ。向井なんか興味ないだろ、お前。ああ。ごめんな。興味しかなかったな。疑って悪かった。で、ここも、なぁ、見たっちゃ見たからなぁ、数当て小僧は絶対違うでしょ。あいつか？いやでも、公園とか見てみるか。お前か。え、あ、言ってるけど。ウータ兵士。本当にそうなの？ウータ兵士、うん。何お兄ちゃん。バレたかじゃないんだよ。お前自分で言ってんじゃないか。スパイ発見。いや、これ、真に受けて捕まえていいのかな？身長が変わってんだけど。さすがザックさん。うん。これで全部捕まったね。本拠地を叩くだけ。オルナット剤。ん？何してんの？お姉さん。あだラッキーね。私はコアで有名なセフィロスのプレミアムファンクラブのメンバーよ。セフィロスのプレミアムファンクラブ？幻とまで言われるこのファンクラブには選ばれた者しか参加することができない。勧誘数は半年に一度入会することができるので奇跡よ。はあ。それじゃあ早速入会試験を始めるわね。ちょ待てよ、俺入会するなんて一言も。1問、セフィロス様が愛用している刀の名前は正宗だっけ？聞いてないのね。早く答えなさい、時間切れになるわよ。正宗、正解。セフィロス様の必殺技といえば、なんだっけ。これ、クラウドのやつでしょ。スーパーノヴァ。セフィロス様の利き腕は、どっちだっけ？左か？正解。おめでとう。これであなたも選ばれし、プレミアムファンクラブの一員よ。あら、早速メールね。見てみるか。銀色の風の香り。ファングラム会員の皆様、こんにちは。今回もセフィロス様のレア情報をお伝えします。セフィロス様のサラサラロングヘアの秘密です。セフィロス様が使用している先発料は、シーナカンパニーが発売する最高級品で会社支給だそうです。セフィロス様は、シャンプーとリンスを毎日1本使い切ってしまうようです。まあ、髪長いからな。でもそれでも使いすぎな気はするけどな。匂いはバラ、バニラなど、全13種類。
セフィロス様の髪撫でる風の香りは日替わりということですね。混ざんないそれ。毎日使い分けてたら。俺はレブールの香り好きだな。シャンプーは。あの子消えちゃった。どこに行ったのかな。あ、ごめん、ごめん、ごめん。ごめん。ごめん。連れてってごめん。はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。